えー、私ども介川鉄工株式会社といいまして、えー、とこの地域の外資専用機としてあの設計製作をしています縁あってですねで現在有限会社特技っという会社を別会社に持ってましてそこで作ってたものが。 えっと、二硫化モリブデンとかグラファイトいわゆる固体潤滑剤をですね、えー、パラフィンで固めたものでそれを車輪のつばにですねアップセットで押し付けてやって走らせることによってこのワックスがどん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 そのクレヨンでその画用紙に絵を描くようにですねその潤滑剤に飛膜が出来上がっていくというのが特徴のもの商品ですね。でこれはどういうところに使うかというとですね、まあ、船が2層3層あるところをドンとまたぐような大きなクレーンから。 それからまあ工場の中に使ってらっしゃるクレーンそれぞれいろんなパターンがあるんですけどでその被膜が摩擦摩耗にも耐えうるそれからグッ、えー、と押さえつけられても油のように吐き出されないっていう特徴があって商品としてはその世の中に認められているものですね。でそれともう一つは、えー、とレールの表面っていうのはあのー、レールが埋まってますから、えー、土砂が落ちたりとか粉塵が舞ってますので,でそれをその吐き出してやらないとですね滑る原因になるんですね。 ですからこのブラシで吐き出してやるというものも当期工場時代に今開発したということで主流のの製品ととししてて世の中に出しているところです今まで PR していなかった分野例えばゴミの,の焼却場の施設とかですね違う分野での固体潤滑剤の用途をその広めていきたいなというふうに思っています。